仙台市内の中小企業が新商品やサービスを PR するイベントが太白区で開かれています。このイベントは市内の中小企業を支援しようと仙台市が開いたもので、15の事業者が日替わりで出展し、新商品やサービスを紹介します。こちらは無線 LAN を使って10台以上のスピーカーから同時に音楽を流せる製品です。同時再生は音がずれてしまう課題がありましたが、独自の技術で自然な音響を実現しました。こちらは介護施設などを訪問し、高齢者や障害を持つ人にネイルアートをするサービスで、去年4月にスタートしました。施設にいても楽しい気分を味わってもらいたいと始めました。スタートアップ企業で今年で今4年目を迎えた会社です。なかなか知らない方もたくさんいらっしゃいますし、いろんな方に知っていただいて、ぜひPR したいと考えてます。このイベントはララガーデン長町であさってまで開催されています。